皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、リクエストが来ました。樹海さんもドッカンバトルやってほしいと。任せて。今日から一から、はい、やっていきたいと思います。まあちょっとやってたんだけどね。50消えちゃったデータ。そしてね、これをね、ついでにコーナー化しようかなと思います。そのテーマはこちらです。今から始めるドッカンバトル、待ってました。まあ、超初心者が今から始めるんだったらこういう感じでやってこうかなみたいな。はい、そういうのをお届けできたらなと。まあ、樹海と一緒にね、やってない方、いや、ね、本当に今から始める方いたら嬉しい。一緒にやっていただけたらなと思います。はい、お願いします。で、まあ、俺も少しは、うん、まあ、操作性はね、もちろんしてますんで、動かし方とかもしてますんで、そちらをね、主にアドバイスしていきたいと思います。まあ、ただ、このチャンネルを見てくれてるね、リスナーさんの方はめちゃくちゃ詳しい方たくさんいます。はい、なので、皆さんは、樹海にいろいろアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。そしてそのアドバイス俺も見させて、勉強させていただきます。ちょっといろいろ至らないところがあると思うので、どんどんね、教えていただいて、まあ、皆さんにとってこれ初めての試みです。育成シミュレーション型動画。確かに今までないね。うん、一緒に皆さん樹海を育ててあげましょう。僕も育ててください。ということで、一緒に便乗しながら俺も育てていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして一応ルールの方を、まあ、決めたいなと思うんですが、はい、まあ、ルールっつっても、俺と同じです。もう無課金、完全無課金で、やってもらいます。うん、で、龍石の使うときはですね、はい、ガシャのみ。おお、スタミナ回復とかもなし、はい、とりあえずはスタミナ回復なし。まあ、今後、スタミナ回復ありで展開士とかもちょっと頑張ろうっていうときもあるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずは、スタミナ回復なしで、龍石はガシャのみっていうね、そこをまずルールで了解しました。完全無課金でやっていきたいと思います。はい。そして、この初心者動画なんですけど、まあ、サムネイルに初心者マークみたいなね、やつ、車ね、そう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 、あれを、まあ、つけてますんで、この初心者動画もし今後ね楽しみにしてくれる方、まあ、そういうサムネイル出たら、まあ、クリックしていただいて、はい、よろしくお願いします。定期的なんですけど、この配信は、はい、ドッカンバトルってイベントがない時が、まあ、結構あるんですよ。なのでそういう時に、まあ、出せたらなと思います。まあ、ただこの動画というか、このね、コーナー、不評であればもしかしたら打ち切りの可能性もございます。皆さんの応援で成り立ってるチャンネルですので。で、この動画始めるときに、まず今回の動画ここまでやっていくっていうちゃんとテーマを決めて進行を進めて、はい、で終わるときには次はどこからみたいな、あっていう感じにちゃんとね、ちょっと決めながらやってきたらなと思います。ということで今回は、はい、一番最初からですんで、最初のレアガシャを引いてスタートアップガシャを引くまでね、やっていきたいと思います。はい、ます。それでは今から始めるドッカンバトルコーナースタートでございます。行きましょうか。じゃあ行きましょう、ゲームの方に。よし、スタート。おなんで、エイジ、カイジかと思った。びっくりした。一番最初、懐かしいわ、これ。いや、俺も懐かしいな。はい、お願いします。というわけです。あなたも海王様の声は聞こえていましたね。いや、全くです。トランクスが言っております。俺が案内するので、まずは仲間を一人。あ、ってことは、ここで早速だね。ここで、早いな。レアガシャですね。この指で、SSR を。で、俺が40回ぐらい検証した結果、フリーザの第一形態が出れば、まあ一番いいかなと、一番いい、この中では。オッケー。SSR は出ないんでね、ここでは。出ないの？ここは出ない。あ、そっか。だから SR。あ、SR。うん。さあ、行ってこいよ。行け！あ、来た。まあ SR 以上は出てない。SR 以上は、そっか。これ必ず出んのか。お前、ここでナッパとかだと。いや、いいやつが欲しいな。チャウズ来い。あ、よかった。これさっき言ってたやつ？俺は、まあ俺は、このね、一番最初の仲間探しということで、うん、このレアガシャの中では一番まあいいかなと、これが。おぉ！最初から始めるんだったらね。来た！
フリーザ、あでも最終的にも全然使わなくなるけどもトランクスさん来ました。これはかなりの達人と出会えたようですね。では出発しよう。お前敵なのに何言ってんだって話だよ。そうだ、その前に名前を聞かせてもらえませんか。あ、これ大事だな。大事だよこれ、お任せでしょ。お任せ。え、これ変更できる。知らない。これ押してみる。わかんないけどやっていこう。えい、ビヨ、これ絶対樹海とかないよね。ないと思う。よし、やっぱ自分で変えましょう。うん、何にしようかな。何でもいいよ。あ、樹海、樹海も樹海も仮なんでね。確かに樹海カッコ仮とかできちゃうね。あ、樹海カッコ仮ね。うん、あ、ココになっちゃった。 OK、 いいでしょう、これで、うん、樹海カッコ仮。いや、そろそろ本当名前もちゃんと定着させたいな。トランクスが樹海カッコ仮さんですね、改めてよろしくお願いしますと言っております。いや、懐かしい。ここでは僕県に出発する出来。やばい、人数少な、やばいでしょ。まさか初っ端からフリーザとね、仲間になるという。しかも空いてる枠には緊急ワインとしてサイバイマンが。そうそうそう、そうか、懐かしいな。そういうのサイバイマン入ってた。体属性。それでは挑むボタンを押して出発しましょう。よし、出た、おなじみの盤面。天界寺武道会の会場に到着しました。ここは冒険するステージになります。スロットボタンを押すと刻まれ、いや、これ俺のこの強制してる派からしたらさ、読むのが大変だよね。まあこの辺はね、もう皆さんご存知だと思う。そうだよね。多分これ見なくても、あの実際ゲームやればもう、うん、このルールなんて、まあ、分かるんだよね。確かに、最初さ攻撃モーション遅っ。確かに、むしろさ、みんな多分アクションいらないよって思ってる。オフモードないのみたいな。あ、そっかそっか。となってるな。すいません。いやー、おお、久しぶりに手に入った。やべえ、260。うわー、いやー、残りなんか一発止まったね。はい、やっとね、やっとダウンロードが終わりましたよ。終わった、長げえ。長げえ、あそこからどんだけ投げんだよ。何十分も待ったわ。スタートガッシュガシャはもう引いたかの。あ、ここで引くんじゃない。あ、引いてねえよまだ。スタートザガッシュガチャは強力な SS キャラクターを仲間にできるのだぞ。マスクがどんどん下がってきて、え、おいおいおい。何のためのマスクだよ。まだマスク慣れしてない。ちょっと鼻の凹凸がないせいかもしれない。お、来ましたね。来ました。で今昇竜祭もやってんのか。うん、まあ、とりあえずスタートダッシュだよね、うん、とりあえず SSR が必ず入るということで、はい、はい、いやー懐かしいな。もう行っちゃっていいですか。行きましょう。行きます。くぅ、頼む。まあ頼むって言っても来るのか。1,2,3,4。うん、なんかせっかくだったらバイバイとか見たよね。確かにね、まあ、演出はほぼないね。ねえ、3とか来ないのかな。まあ SSR 確定なんでね、来てもいいと思うんですけど。ああ、ご飯だ。まあよかったじゃん、ご飯は、まあ、一応かっこいいと思ってたからね。ね、うん、まあ、でもちょっと能力で確認しちゃおうか。今回引いたのがこれですね、スーパーサイヤ人孫悟飯、うん、かっこ少年期。かっけえな、かっこいい。やっぱあと俺あのマントのやつが好きなんだよね。あ、マントのやつもいいね。かっこいいよねあれ。でもリーダースキルこれ HP が 30% アップ。うん、で詳細、必殺技がカメハメハ、相手に大ダメージを与えるということで、パッシブ必殺技発動時にアタック 50%。うん、ただなんか 50% アップって聞くと俺すげえ高いように感じるんだけど。で、ね、このスタートダッシュガシャの3キャラクターは、記録がと、1,2,3,4,5,6,7,8、8でもう必殺技打てますね。あー、なるほど、うん、確かに矢印のところすごい前の方にあるね。ということで、ということで一番最初まあこんな感じだね、うん、スタートダッシュ。そうだね、うん、まずはご飯がもらえたということで、で次お届けしたい動画なんですが、うん、まあこのまま樹海くんにちょっと普通に進めてもらって、あ、はい、まあ、ある程度は多分分かると思います。はい、なんとなく前やってたんで、うん、で冒険だね、ストーリーで、うん、流石稼いでもらって、まあ、最初は多分ノーマルしかクリアできないと思うんで、はい、上げつつ、まあ、そうすれば必然的にね、あのキャラのレベルが上がっていくと思います。
で、龍石が50個溜まった時に、はい、今度10連ね、次の動画で10連きた引いてもらおうかなと、はい、思います。それはドッカンフェスで、ドッカンフェスで引こうかなと。それがね、一番いいんだけど、本当タイミング的にドッカンフェスが来てくれればいいんだけど、このキャラでずっとねやっていかなきゃいけない。つらいな。まあいいイベントがあったら、10連を次に引くということで、そうそうそう、10連ね。まあそんな感じでやっていけたらなと思いますんで、はい、次はガシャ10連動画になります。来ましたということで、今回、はい、始まりました新コーナー、今から始めるドッカンバトルのコーナー第1話でした、はい、皆さん次回もお楽しみに。次回でした。さよなら。